げ登場。でもちょっと待って、一体どいつが本物の黒影なの？粘土なんだ。いくら切っても元通りか。とどめだ。心配すんな、ちゃんと生きてるよ。かろうじて気絶もしてね。気絶したらバトル終了だからな。あのバカ！バカ野郎！戻れ植木！何考えてんだあいつは！あんな体でもう勝ち目なんてとうの昔になくなったんだぞ！植木！止めるか。君は何も分かっていない。正義なんてものは何の意味も持たないんだよ。君は分かっていないけど、今に気づくさ。森、何してんだ。わかれ。植木が友達を殴れねえと分かってて、あ、俺のクレイマンまで卑怯だぞ黒影。なんで俺は殴るんだよ。どうだい、これが君の正義の結果だ。正義が一体何になった。君の正義は報われたか。どうせ正義が報われぬようなら、いっそなくなってしまえばいいんだ。君が悪いんだ。正義が報われるなんて信じているから。やったー！
なかろうが関係ねえ。それが俺の生き方なんだよ。ウキ、君は自分の正義が報われなくてもいいっていうのか。どんなに裏切られ傷つこうとも、君は自分の信じる正義を貫くというのか。それが君の生き方だっていうのか。そんなの嘘だ。戦えねえよ。能力が使えねえ丸腰の相手とはよ。何？慌てなさんな。あと一分もすりゃおテント様も顔を出すって。結構、どんな手段を用いてでも勝ちを優先させる。それがロベルト銃弾だもん。クレーマン同士が固まって、巨大クレーマンに。その通りだ。余計な情けをかけたことを後悔させてやるぞ、植木。その身砕かれて気づくんだな、植木。お前の信じる正義がゴミくずほどにくだらないってこと。あれ、前もこんなことあったっけ。なんか俺落ちてばっか。コバ戦の正義を証明するんだ。そして兄貴を止めてください。あいつとの約束を果たす。これで分かっただろう、正義なんてものがどれだけくだらないか。なんだと、やろうっていうのか。これ以上続けたら死ぬぞ。俺は人に裏切られ、世間に裏切られ、正義に絶望した俺は自らバスケを捨てた。だが君は正義に見返りを求めず、傷つき何度も這い上がり、おまけに敵である俺のために太陽まで待って正々堂々と戦うことを捨てなかった。自分が信じる正義を貫くために。植木、黒影。勝負だ。クレイマンが、クレイマンが消えた。お前なんかこいつ一体で十分。勝負だ植木、正々堂々とな。お荷物特訓が生きた。俺は戦を捨てた男だ。でも今の俺でもまだ戻れるかもしれない。最後だ。正々堂々戦ってお前に勝つことができたなら。
無駄だよ。気絶させてやったもん。そいつはバトル終了。そいつがいけないんだよ。ロベルト銃弾はいかなる手段を用いても勝ちを優先しなきゃいけないのにさ、掟を破るなんてバカだね。なんでだ、こいつお前の仲間なんだろう。なんで仲間はやったんだ。だってさ、言うことを聞かないロボットなんていらないよ。許さねえ、こいつだけは許さねえ。